気づけばキャリアも20年近くなったナナさんですが、うん、初めての現場って未だに緊張したりとかするんですか？するよ、めっちゃする。あ、そうなんですね。もう私基本的に緊張しいだから。するよ。だからそれを見せないように頑張ってるのよ。そうなんですか？そうだよ。へえ。だから本当誰も知らない人たちばかりがいる現場とかってたまにあるじゃない。たまにありますね。そうしたらもう隅っこの方でちょこってめっちゃちっちゃくなってる。あ、そうなんですね。そうそう。でなんかこうご挨拶だけはもちろんするんだけど、その後なんて話しかけていいかわからないじゃん。確かに。共通の話題とかも知らないしわからないから、だからとりあえず話しかけてもらえるようにずっとニコニコしてる。あら、笑顔大事。そう、ずっと笑ってたら誰かこうなんか振ってくれないかなと思ってずっと笑って隅っこにいる。へえ。昔からそんな感じですか？昔はもうその笑うこともできなくて、なるほど。もうなんかもううつむき気味でこうやって静かにいて、そしたらもう先輩がなんかいろいろ。こう、話しかけてくれたりして。なるほど。あと、なんかこう、あそここう、もうちょっとこうした方がいいよってアドバイスとかくれて、ありがとうございます、みたいな感じで、それがきっかけでちょっと話せるようになったりとか。なるほど。みさとは？私は、すっごいこう、わーって喋るイニシアチブ取る人がいるときは、もう、ま、なんか、ニコニコして、そういう方にいて。でも、現場全体がなんかこう、あんまりみんな知らないのかな、みたいになってると、変な使命感に駆られて、会話を人に振ってくるやつね。振り続ける癖があるんですよ。座長だね。もうやっぱりなんか会話が回り出したら、よし。こうスッとね、低く。そうだね。ああ、もう。っていうなんか。もう基本的にはもう座長体質ですね、これ。もう完全な。気遣い。さすがです。いやいやいや、でも、でも一緒です。やっぱりニコニコ。そうね。笑顔が大事だよね、やっぱりね。大事ですね。いや、だから2学期が始まってね、新しい環境になったっていう方もいらっしゃるかもしれないから、学校はもちろんだけど、社会人の方でもね、こう現場担当が変わったよとかね、いろいろあるかもしれないので、早くね、慣れるために笑顔で。笑顔で。待って、溶け込んでください。笑顔。